証拠を、まあ、いっぱいしてるんだけど、腹筋はねできなかった、うまくなんかならなかったんだよね。で、一つ気づいたのは、糸が途中で沈む。このサルパンの、サルパン自体が重さがあるから、例えばここの結合部がね、こう垂れ下がるんですよ。こんな感じの仕掛けになる。それはあんまり良くないと個人的には思うので、そのあたりも考えてね、ちょっと仕掛けを考えたいと思います。で、結構張りがね取られた、うん、で、ゴーゴーナイロンだとちょっと厳しいサイズの張りだったのではないかな。次第、うん、けど多分まあね、すごいいい竿がね今日届いたんで、ね、使いたいなっていう思いがすごい、まあ、すごい高ぶってて、仕掛けっていうのは俺とお魚ちゃんのラインはね、どこだったっけ、島のかどっかの3号ラインをちょっとベースに。いいと思う。極薄っていうか本当に小さ、あの薄く取っていいと思う。一応ハリスね今日アマゾンで注文したんですけど、届くのは明日なんでね、明日だと明日の朝の朝刊には間に合わないんで、今あるもので
ゾーンって分けた方がいいね。なんか怪我するからさ。一応レッドゾーン作りますか。こういう時磁石って便利っすね。レッドゾーンで、仕掛けをバラさない。非常に良くないことが起こってる。リスクあるな、これ。OK。なった。まあ、こんなしね、構造上単純なものが相当壊れることはないんで、まあ、ただ砂とかは可能なのは要注意ですね。上長に取りすぎてもダメということですね。まあ、適度っていう言葉がありますけど、丸正五の15、余裕がないんだよね。泳がせはやりたいんだけど、正直社会人なんで、ね、まあ一応ですよ、まあ、形だけは社会人なんで仕事があるんでね。ああそう、そう長い間やってるんですよね。やっぱ休日あたりになりますかね。デカバスを狙うとなるとそうなっちゃうかな。割り箸じゃない、爪楊枝とかの方が汎用性は高いような気がする。棚をそんなに深く取るつもりは、ほぼほぼ焦燥で食ってくるから、活性高い時はでかいやつ。